皆様こんにちは、ムジカレグロです。ピアノ名曲110選グレード A より5曲目、リヒナ作曲ジプシーの踊りのレッスンを始めます。この曲は流浪の旅を続けるジプシーたちがバイオリンの演奏と手拍子に合わせ歌い踊る姿を表現しています。とてもエキゾチックな曲です。楽譜の簡単アドバイスととてもゆっくりのカウント付き、少しゆっくりのモデル演奏をお届けします。簡単アドバイスです。右手がバイオリン、左手が手拍子を表現しています。特にこの和音スタッカートレジェーロ軽く弾きましょう。この装飾音はバイオリンの弦を指で弾くピチカートのように弾きます。49、50小節の左手のスラーの切れ目に注意してください。68小節のソステヌートコンアニマは音を十分に保って生き生きとです。83小節の右手の3連符に注意しましょう。とってもゆっくりのカウント付きです。
2と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 2
最後までお聞きいただきありがとうございました。ムジカアレグロチャンネルよろしくお願いいたします。それでは次回お待ちしております。ごきげんよう。